皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も謎解き学園で遊んでいきます。さあ1年 C 組ですよね。そうですね、19冊目からいきましょう。この中で一番大きい漢字は、口よりも大きいのがあるんですかね。大きい漢字は大きいっていう漢字じゃないですか。そういうわけじゃないですか。これ大でいいんですかね。さあこれは賭けですが、違いますか。じゃあ口の方ですか。また間違って押しちゃった。毎回初回に押しちゃう。じゃあまあ口にしますか。お、正解ですね。なんか前回もなんか似たような感じでしたけど、前回確か色でしたよね。さあでは次は、お、矢ですね。夜間ですかね。さあ、20冊目、道で拾っても交番に届けなくていいものは何ですかと。交番に届けなくていいもの何ですかね。ゴミが落ちる。ゴミとかでいいですか。違いますか。ダメなんですか。ゴミ拾っても交番に届けないといけない。そうですね、きっと届けないといけないですね。怒られる気がしますけど。道で落ちてるもの、石。何が落ちてるか分かんない。じゃあヒントを見ます。ヒント、乗り物、タクシーってことですか。タクシー、ヘイタクシーみたいな感じでタクシーを拾うって言いますからね。昔もなんか似たようなこと、タクシー出てましたね、答えで。さあタクシーということで、お、まですね、山まですね。さあ、21冊目、た、また、きというですね、何でしたっけ。たじゃなくてプラスとイコールって意味ですかね。ってことは、7たす?でも分かんない。横文字。でも他に数字にならないですね。タヌキですか?普通に読むんですか?これもしかして。タヌキ。たーとカタカナのぬってことですか?タヌキですか?なんか変な読み方してしまいましたね。危なかったですね。さあ、次は、む?ヤマム?何ですかね。さあ、22冊目。お、影。数ですか、これも。2、4、6、8、10。10個の影。遠影。遠影ですか?遠影。遠影って言葉ありますけど。違いますか。影十、十影、エイト、東映。でも影が多分あるから影が最初ですよね。で、2、4、6、8、10あるから影十。影と、影点。影、わかんない。ヒント。影が10個、そうですよね。影十じゃないの。影点。影と。他に何かありますかね、読み方。もう一個いきますか。いや、だから、10を別にいかないと、私はなるほど点ですから、影点しか思い浮かばない。点、影点。影点?ん?何ですかね。影点って入れてみますか。影、10。テントウムシって問題ありましたよ。点、と、影、影点にしますか。私が知らない単語があるんですかね、きっと。違いますか。影と。その影じゃない。A ですか。A と A 点。A と A 点。でも、銃の方別の読み方だから、影は影なんでしょうね。ちょっと考えますね。さあ、やっとわかりました。ですね。逆でしたね。影が最後でした。十影で、遠影で、トカゲですね。トカゲ以外もうないでしょう。トカゲちゃんと。おー、よかった。さあ、次は横棒が出てきましたね。
ヤマムード。どなたか人物ですか。さあ、23冊目。ハテナから C で、K で、D。C、K、D。さし、かきくけ、だじずで。あか、さたな、違いますね。ひらがな、ん？いやー、ローマ字系ちょっと苦手ですね。他になんかありますかね。何かの頭文字、頭文字。C。日付とかでもないですからね。曜日とかでもない。センチメートル、キロメートル、デシリットル、違いますよね。ちょっとヒント見ましょう。学生、大学生、高校生、中学生、小学生ですか。ああ、そういうことですか。だから、C じゃなくて、S ですか。要は小学生の。さあ、大文字にして、OK ですか、これで。OK です。なるほどですね。頭文字だったんですね。英語にはならないと。ジュニアハイスクールとかなんかありますよね。さあ、の、ヤマムーノと、カイーノと。さあ、24冊目。水が3、黒が9、緑が3、白。水と緑が3ってことは、水と緑が未だから3ってことですか？ 3 が未だからってこと。黒が9だから C は4ですかね、きっと。4と。おお、よかった。C、ローと。さあ、では次は25冊目ですね。お、手が上がって。テムマノーヤ。まだわかんないですね。25冊目いきましょう。K と O。A と A。こ。ローマ字読みしてなんか同じ文字で右側と左側の読み変えられるってことですかね。あだと、あ、いだと、いや、う、うこ、うは、ちょっとわかんない。え、んでもおかしいですね。え、あ、え、け、お。パッと思い浮かばない。さあ、ヒント見ましょう。矢印の向きに注目。これだけじゃわかんないですよね。あー、難しい、これは。お、が劣っといて。き、そんなことありますかね。なんて英語じゃないですか。き、昨日だから、はてな今日ってことですか。で、明日、明後日っていう意味ですね。これは難しいですね。何が難しいって、英語じゃないんだけど難しい。せめて英語にしてほしいですね。今日だから、あ、また、ひらがなで打とうとしちゃう。K ですか？今日だから。せめてですね、Day とか、Yesterday とか、Tomorrow とかにしてほしいですけど。頭文字はわからないですね。やっぱりすぐわかる方すごいですね。さあ、では26冊目。土、三角。川、三角。語は、四角。火は、丸か三角か四角、どれでしょうと。土は三文字、三角だから、川も三角だから三角形でございますか。語は四文字、四角ですか。一、二、三、そうですね。じゃあ火は、一、二、三、四だから四角ですね。なので、二ですか。いや、やっと画数問題出ましたね。そうですね。語なのに近くてですね。これなーにみたいな。さあ、では、ゲ？ゲですか。ゲームですかね、多分。やっぱりゲーム実況者ですからね。ゲームは読めますけど。夜天のゲーム、なんでしょうね。さあ、ラスト27冊。10ハテナ引く、12ハテナ間イコール10ハテナ。ハテナに当てはまる共通な言葉。数字でなくて言葉ですか？
10日ですかね。引く10日間は10時間。10時。12を引いても10のままというのは、どういうことですかね。時間ですね、多分。朝の10時から12時間前になったら夜の10時とか、そういう意味合いですか。時？お、正解しましたね。いやー、よかったです。さあ、背が出てきました。なんとかゲームだとすると、背の手間や山手線ゲームですか。さあ、では次の教室ですか。お、トワトさんが今度は。ミラティブさん配信されてる方多いですよね。私もしたいですね。山の手線ゲームと。これで正解でしょう。お、開きました。正解です。さあ、ありがとうございます。ではですね、今回の動画以上させていただきます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、謎解きもですね、結構お遊びしてますからね。ぜひですね、ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。